回もちょっとメールで質問が来ました。どういうメールかと言いますと、長男が寝たきりの親父と仲が悪くて、次男であるうちの家内が付きっきりで看病してくれてます。どうでしょう、もし遺言書を書かずにお父様が亡くなった場合どうなるでしょうかね。老後お世話していたのは誰でしょう、ご長男さんですか、ご次男さんですかね。そういう苦労の分を上乗せしたい、そういうふうに思って次男さんは必ず主張するでしょうね。そうすると遺言がないと必ず揉めてしまいますよね。誰が親の面倒を見て誰が家を継ぐのか、これをよく話し合って遺産分割するというのは非常に難しいと思うんですね。ですから親が決定権を持って納得して遺言書、ね、これを作成することがね非常に大切なんですね。ですから遺言書を残すことによって面倒を見てくれた子どもたちには頼む他の子どもたちよりも少しはね多くの財産を相続させる、ね、こういうことをね考えて遺言書を書いていただきたいと思います。スムーズな資産のバトンタッチ、一緒に考えましょう。小冊子の紹介です。 Q&A 形式で漫画で分かりやすく解説しています。詳しくはホームページでご覧ください。よろしくお願いいたします。